ラミネートチューブから絞り出された歯磨き粉。ラミネートチューブはチューブの一種で合成樹脂、特殊紙、アルミ箔などをラミネート加工により重ね合わせたシートを原料として作られる。食品、歯磨き材、医薬品、化粧品、絵の具、接着剤など半固形状の材質のものを入れるのに幅広く用いられている。それまでの金属チューブにとって変わったが、 欠点が問題となる医薬品、絵の具、接着剤などでは、金属チューブも使い続けられている。ラミネートチューブの原材となるシートは、ポリエチレンなどの合成樹脂や紙、アルミ箔を何層にも重ね、接着剤を用いて貼り合わせる。接着剤を用いず、ポリエチレンにより熱で溶着させることもある。ラミネートチューブは、こうして作られたラミネートシートを用い、 胴体部分と剣部を別々に作り接合して製造される。胴体部分は適当な長さに切断された後、筒状に丸め重なった部分を熱で溶かして作られる。接合には剣部をあらかじめ作っておき熱溶着するか、剣部成形時に固まらないうちに溶着する。製造工程中にパッケージ印刷も並行して行われるため、ラミネートチューブ製造は、 印刷会社により行われる場合が多い。パッケージの印刷は主に突版印刷やグラビア印刷が用いられる。突版印刷の場合は、ラミネート加工が行われ、所定の幅に切り取られ、巻かれた状態のものに印刷される。一方で、グラビア印刷の場合は、ラミネート加工を行う前のシートの段階で印刷される。ラミネートチューブの利点は、 金属チューブと比較して、弾力性や復元性が高いことから内容物が絞り出しやすい点や、印刷がしやすいことから幅広いデザインが可能な点が挙げられる。一方で欠点として、筒状に成形する際に、継ぎ目ができるためデザイン上の制約を受けることや、空気が容器内に逆流しやすいため空気に触れると、変質しやすい内容物には向かないことが挙げられるが、 前者は成型後に、さらに円筒型に樹脂を被せることにより、後者は素材の組み合わせで弾力を調整することにより、解決していることもある。ラミネートチューブは1969年に、ライオンが歯磨き粉、ホワイトホワイトの充填用容器として開発した。その後ライオンが保有していた特許が1976年に、切れると、ライオン以外のメーカーも、 ラミネートチューブを用いるようになった。ありがとうございます。